聞こえてますね。聞こえてない？マジ？聞こえてました。やっほー、ほんと寝起きです。寝起きです。ゲゲ。そして、ね、寝ちゃったの。また寝れないわこれ。そして時差がすごいです。あとはメイクしてないですよ今日。1分しかしてない。顔のやる気が出てないですね。あと目がめっちゃ乾燥やばい。ということで今日もすっぴんでお送りしたいと思います。前回はめちゃくちゃさ浴衣着たりとか化粧してちゃんとバチバチでやってたのに、なんと、ね、反省会したにもかかわらず私は学習しないので終わりです。二日坊主って、三日坊主か、三日坊主です。そうね、今日は朝からねちょっと行かなきゃいけない用があったので、今日は久々にお買い物をしたので購入品紹介したいと思います。頬かけてる？大丈夫そう？かけてないよ、普通ですね。鬼滅日記楽しみだねマジで、早く公開してほしい。イエーイ、購入品紹介です。はい、ということでめっちゃ久々に買ったなんか物てか、なんか最近さそうやっていろいろあってさいろいろあって家にいる時間が増えたのよ本当に。なんかリモートとかね、仕事とかがあってもリモートとかになったりとかしてるんだけど、なんかそれしてからなんか美容、なんかひなののなんていうの、マジ美意識上がった、マジ美意識上がった、怖い怖いぐらい美意識上がってて、すごいすごいよ今の日ののはすごいから、マジすごい、女子力しか上がんないってことで商品紹介していきたいと思います。まずね、でも本当ね前も買ったのめちゃくちゃ、その時紹介しなかったんだよね。でもほんといろいろ買ったんで、前回もなんか最近毎日パックとかするようになった、パックとかもするようになったし、なんか日焼けしてから日焼けをめっちゃ気にするようになったりとか、だからなんかビタミンのサプリ飲んだりしてるし、ガチこれ、あとビタミンの化粧水を体にも塗ったりもしてるし、パックもしてるし薬も塗ってるしみたいな、でマジすごい、下から見たらもう本当に美容系 YouTuber ですかってぐらい。今日前髪がすごいね、なんかえぐいえぐい。そう治安維持っていうか治安悪いの、普通にもう本当に悪いの、でも本当に悪いの、もうショック。なんか今のさ本当にね昔からさなんか顔にニキビとかできなかったし、てかニキビ自体が全然できない人間だったのね、ひなの。だからなんかなんていうの、でマジ自慢みたいな、もうそれがすごい私の唯一のなんか自慢だったの。ほんとニキビとか浮かないんだよねみたいなくらいの、なんハニャーみたいな、ほんとにハニャーだったの。なのにもう最近もハニャーなんて言ってられないマジで、ニキビニキビやばいやばいやばい、汗汗汗汗です、ってことを言いながらつつ言いつつ、それも言いつつ商品紹介していきたいと思います。とね、まずねじゃじゃん、これはちょっと値段が書いてあるので取りますよいしょ、
じゃじゃん。前髪が、前髪やばい、普通に。全然商品紹介しないの、やばいね。商品紹介します。はい。1点目はこちらです。じゃじゃん。こっちだ。これは、なんかキミちゃんと前ね、だいぶ前、マジだいぶ前、最近キミちゃん元気って感じなんだけど、なんか、これはキミちゃんにおすすめされて、それがなんかあったから見つけてさ、今日たら見つけたから買ってみようかなと思って買ってみたんですけど、これはなんかね、洗い流すパックみたいな感じなんですよ。これとね、洗顔後さくらんぼ2粒大きさを手に乗り手に取り、口や目の周りは避け、マッサージしながらまんべんなく肌に伸ばします。さくらんぼ2粒分ですよ、皆さん。さくらんぼ2粒大、2粒大だって、なんか可愛く言おうとしたけど、ちょっと2粒じゃ足りないよみたいな感じですね。で、5分後放置して強く流さないようにゆっくり洗い流してねみたいな感じです。じゃーん。で、なんか買ってみたまだ使ってないんだけど、良さもまだわかんない。ただキミちゃんがおすすめって言ってたって言ったから、ちょっと買ってみようかなって思って。で、なんかね、こっちが白くなるのか、なんか白くなるらしくて、なぬみたいな感じじゃん、こっちからしたら。なぬ、みんなのが買わずにはいられないと思って。毎日使えるんだって、しかも。だからちょっとまあ一回やってみようかなって。でもみんなのがマジ緩和しようになったら、マジこれのおかげね。なんかこっち何が違うんだろうと思ったら、なんかね、マスクをした日のケアもみたいな。だからなんか、あ、マスクにいいのかなって思って。みんなの最近ほんとマスクってなんか肌マジ影響しまくってるから、だからこれでマスクケアをしようと思ってしました。メイク、こっちがトーンアップで、こっちはなんか肌を整える系っぽい。若干膝の黒ずみも取ってくれるんだって。もしね、膝黒いの気にしてる方、全身ケアもいいらしいよ、これ。結構肌やばくない？じゃあひなのさ、今マジ真っ黒だからさ、全身塗ったらどうなるんだろうね。もし顔にやってみてマジ効果あったら、ひなのはこれを爆買いして体に塗りたくりたいと思います。マスクをした日のケアもだって、まあなんかこれはお気持ち程度にみたいな感じなのかな。メインはこっちっぽい。でもなんか何が違うんだろうね。まあそんな感じです。え、男の子でも使えるんだよな、肌白くなりたいなら。でも男の子なんて気にしなくていいでしょ。そうだよ、そういうことです。では続いてはですね、じゃん、シャンプーとね、リンス買いました。これはね、なんかもう最近なんかシャンプーに飽きちゃって、今使ってるシャンプーに飽きちゃって、変えたいなと思って。なんか変えた時ってさ、髪の毛ってさ、なんかサラサラに感じるじゃん、とか気分も変わるし、なんか飽きたなと思って、いいシャンプーないかなと思ってた時に、よくこれをね、インスタとか SNS でもだし、どこのあの薬局とかでもよく見かけてたの、このアンドハニーみたいなやつ。だからこれにしました。単純、飽き性だけど単純、こだわりなし、こだわりはありません私の中で。だけど飽き性だからこれにしました。どうなんだろうね。でも3つぐらい匂いがあって、結構ピンクいのは甘かった、匂いが甘くて、もう一個なんか黄色っぽいやつもすごいいい匂いだったんだけど、私はこっちにしちゃった。
でもこれもいい匂いだったから使うの楽しみです。頭洗いたい、早く早く頭洗いたいってぐらいいい感じのものです。でもきっと好評だから、ね、ひな最近髪の毛パサパサなの。でも髪の毛染めたいんだけど、本当に髪の毛パサパサなのやばいの。なんか別にまとまりはいいんだけど、なんかね髪の毛乾燥してるって感じ、乾燥肌って感じですね、髪の毛も。だからきっとこの子が私の頭髪の毛に潤いを与えてくれるんじゃないかなって思ってます。でも最近ね、多分さ夏のせいかさ、おでこの治安が良くないんだよね。てか今のマジでなんか皮脂がすごいの。皮脂がすごくて、マジ皮脂って感じ。今年の夏は皮脂でやられてます、マジ皮脂。あとねこれも買いました、じゃじゃん。これはメラノ CC っていう、これの化粧水を買ったんですよ、だいぶ前にね。で使ってて、で乳液はなんか前のやつ使ってたんだけど、なんか合わせた方がいいかなと思って買った。なんとなくこれの化粧水も持ってる。これあれのなんか、あれ違うかな、いやこれだと思う、ビタミンのやつでしょこれ、わかんないけど、まあなんとなくめっちゃビタミンやば、 CC レモン飲んでる気分に酔ってるだけで。でも本当にビタミン、そうマジもうビタミン求めてる日なの、常にね。最近ビタミンを求めて生きてるので、これはすごいビタミンって感じです。結構ねシミとかにもいいらしいので、まあ要検討って感じですね。使ってみないとわからないので、はい。それでいてですね、あとあれ、なんかないわ。なんかメイク道具に飽きちゃってひなの今使ってるの、なんか結構同じメイクしかしないんですけど基本。なんかメイク道具に飽きちゃって、なんかだけどなんかね、待ってひなのリップ違うの買っちゃったかもしんない、ショック。リップ買った、そういえばなんかね、前もう使い切っちゃって、なんかオレンジっぽいのが好きなんだけど、リップとかアイシャドウもオレンジ系が好きな、オレンジの好きなんだけど、前みんながねよく使ってるロム&を買いました。ロム&ひなのも一回使ったことあるんだけどなくしたの、なんか買ってすぐなくしたから、なんかあんまり良さとかわかんない、忘れちゃったんだけど、いやマジすぐ飽きる、マジすぐ飽きちゃうんだよね。だからなんか物が増える、飽き性だから。ロム&っていうね韓国のメーカーなのかな、ちょっとわかんないんですけど、そこら辺はごめんなさい違ったら汗どんな色なんだろうね。みんなねロマンドいいみたいなこと言うから、そんなにいいな、ちょっと買ってみちゃうっていう気持ちで買いました。普通に使い切っちゃうかも、リップ塗るの癖だからさ、もはやなんかあリップリップってなるの、なんかリップって大事やん、開かないんだが、なんかそうリップめっちゃ大事。なんかだってさメイクした状態でさ家出てさ何持ってくかって言ったメイク道具リップじゃない、だからそれぐらいリップって常にさ使うのよ女子って、女子はね。また開かない、プチ開かない、え何これ、こっちかな。リップは気分によって、そう変えたいの、変えたいんだけど変えるようなリップ持ってないんだよね結局ね
なんか1個あるからいっかみたいな。荷物いいな、カバンちっちゃいからさ、なんかそんなに持ち歩かないし、あとね、そんなに似合わないのになの、カリップとか多分似合おうと思えば似合えるんだけど、なんかそれそんな技術がなくて、私が買った色はですね、アップルブラウンだって。濃厚でほろ苦いシナモンアップルシロップだって。どんな感じだろうね。鏡ないんだよね。あ、あるわ。まあいいや、ちょっと一回塗ってみていい？これこいつに頼る。え、濃い色ね、塗るといいなのね。あれ顔がね、なんか薄いか濃いかってやったら濃い方なの、はっきりしてんのね、パーツが。なんかだからあれなのよ、濃いとね濃すぎるのよ。あの濃くなる顔が、もうちょっと濃くしただけでなんかもうガンみたいな、ガツンってなっちゃうから、そんな濃いメイクとか似合わないんですよ私。塗ってみるね。あ、オレンジだ、やったね。え、可愛くない？オレンジって感じで可愛いです。え、でも二重もっとさ、太い人になりたかった。いい感じです、いい感じ、気に入った。当分はこいつを使っていきたいと思います。でもね、鍋ちゃんにもらった、どこのリップだあれ、なぜかアディクションのリップもらったんだけど、あれがマジで取れないから、あれと一緒に塗るといいかも。あれもマジ信用してる、鍋ちゃんはマジ信用してます。では次はね、チークも買った。なんなら2個チーク買っちゃった。なんかね、セザンヌっていうねメーカーはマジで安いの。この安いのにすごい発色も可愛いし、なんかめっちゃ可愛いの。とりあえず色も可愛くて買っちゃった。え、なんか髪の毛今日ボサボサよ、やばくない？だって前髪なんてこっち流れてるよ、やばくない？やばいよ、やばいです。これどうやって開けるんだ？基本開け方が分かんない。そう、コスパの神、マジでマジ学生の味方、マンジって感じです。みんなね、ぜひ学生の方はキャンメイクかセザンヌじゃない、安いのチフレとかね、懐かしい。でも普通にね、本当に安いのでも全然可愛いの多いし、使いやすいの多いし、もう本当に神です。神、開かない。開かないよ、これ開き方が分かんないよ。あ、めっちゃ簡単に開けれました。よく見たらすぐ取れた。よく見ること大事、みんな諦めない気持ちね。あともう一個買った、ちょっと待ってね、コツつかんだから普通に。はい、開けました、じゃじゃーん、じゃじゃん、見てかわいい。なんか基本ブタコスはなんだろうな、ファンデーションとか、あとなんだろう、なんか肌に密着する系、まあ全部密着するんだけど、とかはきっとデパコスとかもすごいいいと思うんだけど、チークとかね、アイシャドウとかも、アイシャドウもあれか、
まあでもアイシャドウとかチークとアイシャドウとかは結構デパコスでも全然いいと思う。ひなのリップとかひなのマスカラとかはデパコスの方がなんか結構まつげがいい感じになったりとか、結構肌とかすごい綺麗にしてくれたりとかするから頼っちゃうけど、チークとかアイシャドウとかは全然ね、デパコスで、あ、デパコスじゃないそのプチプラでいい感じになると思うので思います。私はじゃーんあれはね、なんかね、ツヤ&ハリカンチークっていうチークらしい。マスカラはね、今のディオール使ってるよ。めっちゃ伸びるの、めっちゃ伸びてね、マジ取れなんかあんま下につかない。眉マスカラはね、全然ひなのもね、プチプラ使うよ。すごくないこれ、めっちゃキラキラしてんの。なんかちょっと見せちゃう、見せれるかな、ちょっと手に塗ってみるね。わかるこれ、どこに塗ったかわかんないでしょ、それぐらいすごいの。わかる、わかるかな、え、わかる、ちょっとわかるくない、これこれこれ、めっちゃツヤツヤしてるの、わかる、わかりますかお客さん、わかんない、わかってほしい、普通にわかってください。ほらそういう感じです。みんな手首めっちゃ細いんよ。え、手首だけなんか本当になんかね、手がね怖いって言われるよく。え、なんか大丈夫みたいな、折れるんちゃうのみたいな。手はねめっちゃ細いの、みんな謎にやばいよね。手折れそう、守ってきたんですこの手首たちを今まで。多分両手折れたことある、みんなの、やばくない、それやっぱ細いのってダメだね、関係してると思います。私はあと悩みて、オレンジも買ってみた、持ってなくて、オレンジって可愛くないって思って、オレンジ可愛くない、イエイって思って可愛くない、使うの楽しみなんだけど、普通にこうやってね、やっぱ気分は変えていかないと、同じ人生を歩いててもつまらないので、皆さんも違うことに挑戦してみましょう、楽しみ。あとね、アイシャドウも買ったよ。アイシャドウも買いました。これもね、めっちゃ可愛いと思って、めっちゃ可愛い、じゃじゃーん、あ、見て可愛くないこの色、わかる、この真ん中のキラキラしたやつとか、もう本当にのオレンジが好きなんだよね多分。自分にオレンジが、オレンジの方が似合うっていうか、ブラウン系、オレンジブラウンとかの方が私は似合うので、ピンクとかなので、それを知ってるので私はもう、なので挑戦もしつつ、でもやっぱりあなたにはこれが似合うよパレットです。めちゃ可愛くない、使うの楽しみなんだけど、使いやすいし、色も鮮やかで可愛いし、楽しみですね使うのが。しかもなんか可愛いな、これ名前はね、リグアラーム、リングアラームっていうやつ、可愛い、リングアラームのなんかね、どこのこれ、フォカル、フォ、こちらですね、リングアラーム、ここです、ここ、ここに皆さん注目してみてくださいね。これも可愛いの、マジ可愛くない、いいの、すぐアイシャドウとか壊しちゃうしさ、気づいたら蓋ないのね、そういうタイプだから、新しいの買ってみました、使うの楽しみです、イエイ。次は筆、筆買った、なんかずっと使ってるけど、そろそろなんか変えないと肌に悪そうだなと思って、こちら
まあね、こっちも気分変えてこうって感じで筆買った。じゃじゃん、筆、これは天然 100% です。これでね、ヒュッヒュッヒュッって塗るの。こうね、ヒュッ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 って塗るのっていう筆です。はい、あと買うときは一気になんか一個本当はいいの、今日シャンプーだけ買う予定だったからね。そしたらこんなにもありました、気づいたら。あとじゃじゃん、すごくない？これリップかなみたいな、見かけリップかな、なんだろうなみたいなと思ったら、こうか、すごくない？あ、ちょっと乱れがすごいね、すごくない？しかもそう、肌心地、滑らかさタッチだからね、マジこれ滑らかさタッチ売りにしてるから、もうそれだけのレベルありますね。いい感じ、気持ちいいって感じでメイクしたいと思います。以上の私が買った商品1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11点でーす。イエイ、以上だよね、多分こんだけしか買ってない。を今日は買ったのでちょっとみんなに紹介しようかなと思ったので紹介しましたって感じです。私は買い物を一気にするタイプです。もう最近寒くない？寒くてさ、秋服とか見ちゃうもん。もまた言うね、これとか使ってみてどうだったか楽しみ。シャンプーとかそのままお化粧しね、お化粧したいんだけどちょっとめんどくさいっていう気持ちもありつつめんどくさい、あのメイク落とすのもめんどくさいというね葛藤もありつつ、あそこのハグどこだ、どこだったか、めっちゃ可愛くてね、めっちゃ可愛かったんだよ、女子おすすめ、超可愛かった、どこだったかな忘れた、そうだ化粧品揃えるの大変だよ、こんだけじゃ化粧メイク完成できないから、眉毛も、眉毛のペンシルとヒナの眉マスも使ってるし、化粧の肌も下地とファンデーションでしょ、ねえ、まあ、下地はそのまま化粧しちゃうと肌に良くないから下地を塗るのね、だからアイシャドウにも他にもいいの、だから下地を塗るのね。でそしたらあれファンデーションでしょ、そしたらコンシーラーでクマとかさ気になるとこ隠すでしょ、であとチークも塗るでしょ、ハイライトで顔をテカテカさせるでしょ、本当に女の子は大変なんだから、大変です、お金もかかるし時間もかかるし、だから男の方はそんな彼女をね、おっそなんかさっきと変わってないじゃんじゃなくて、自分のために可愛く準備してくれてるんだねって思いながら待ちましょう。わかりました。化粧はね、最初は楽しかった、始めた頃はもう毎日ワクワクよ、顔変わるみたいな本当に、こんなに違うの、こんなに変わるんだみたいな気持ちですごい楽しいんだけど、やっぱもうね、メイク歴何年ですか、もうすぐ、もうね、あ、まだもうちょっとで10年とかかな、8年とかかな、今もうメイク始めて、そう、いや10年か、いやもうすぐ10年かっていう、私はもう
メイクはね、できればね、こうやってやりたい、もうペタってやりたいですよ。私は中1からメイクしてたので、もうすぐ10年。顔のコンディションいいときメイク楽しいや、マジある、女子あるある、絶対それ。そう、肌のノリとかね、ファンデーションが一番わかりやすいの、なんかメイクのノリとか。だからそう、オタク歴と一緒よ、みんなの仲間だね。もう中1の時はおまんとメイクして YouTube 見ながらメイクの勉強もしたし、髪の毛の巻く練習とかめちゃくちゃしたから。そう、早いでしょ、おませさんだったんです、周りがそうだったから。そう、私も可愛くなりたい、イエイイエイって感じで頑張りました。でも全然苦じゃなかった、それは。それは楽しかったの、楽しくてやってた、自分で楽しかったです。こんばんは、初見の方ありがとうございます。そう、今日のポイントは下地が大事、モテ話。ひなののモテ話は、ひなのの最大級のモテ期はね、最大級のモテ期はひなのはね、小学生だったと思う、確か。もう小学校はね、めっちゃモテた。でも小学生まあ小学生なの、悔しいけどね、結構ね。確かに最大級のモテ期は今ですね、ごめんなさい、ごめんなさい、私のプライベートの話みたいにしちゃいました、勝手に、ごめんなさい。最大級のモテ期は今です。最大級のモテ期は今です。いや、小学生もめっちゃモテたね、今の学生だったらね。そう、プライベート小学生がね、めっちゃモテた、謎に。面白いぐらい。面白いよね。やばもう、なんか今でもなんか小学生の頃の友達も今でも全然仲いいんだけどさ、あの時はやばかったねみたいな、もうおもろいぐらいにモテてたよねみたいな話はしてましたね。どんな子だったんだろう、小学生の方が女の子女の子してたと思う、多分。なの、青井さん反抗期あったの？ん？年中反抗期です。僕は大学生時代がモテ期でした。イケメンでもないのになぜかモテました。そうなの？じゃああなたにはきっと顔だけじゃない、中身に本当に魅力があった。それってでも最高じゃない？見た目ってさ、正直さ、もう可愛い子なんていっぱいいるし、かっこいい子もいっぱいいるしさ、しかも見た目って確かにずっと見てたらもう本当にいいな、可愛いなとか思うけど、なんか結局はやっぱり最終的には中身だと思うし、顔だけじゃやっていけないから絶対と思ったら、中身でそんな気持てるってことはきっとそれだけの魅力があるんだよ。羨ましいね、絶対いいこと、それはめちゃくちゃいい、誇りに思ってください。中身がね、相当優しかったりとか面白かったりとか魅力があったんですね。小学生の頃とかスカート履いてたもん、履いてた履いてた。何人だったんだろう、委員会覚えてない、覚えてないの。いやでもね、一輪車とか乗ってた。あとドッジボールとかしてたし。前は中学時代よね、中学時代も青春ですよね、すごい素敵だと思います。もう今ズボンだね、スカート履けても長いスカートとかしか履けない。マジいいの、スカート履いてた、マジマジマジ。
あ、いいのに着物係やったことあると。もう鶏のね掃除してたもん。マジ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 鶏の掃除してた。懐かしい。でもいいの、なんかめっちゃ覚えてるのが1日で3回ボールをなんか当てられた記憶があるんだよね。なんかサッカーボール背中になんかたまたまねなんか蹴っちゃっていったみたいな、だからごめんみたいな感じのが1回1日3回あって、あ今日、ね、絶対不運だと思った時になんか嫌なことがあった記憶がある。めちゃくちゃそういうのって覚えてるよね。メソピアノ懐かしいんだけど、なんかね、なんか低学年の時とかになんかその鶏が卵を産んだの。なんか卵を産んで、でなんかそれをなんか報告しに来てたの教室に。なんか卵が生まれましたみたいな、わーみたいな、食べさせてくれるわけでもなく卵が生まれましたみたいなのをなんか教室になんか自慢しに来てたの先輩がね。だからえいいな卵ね、なんかインターハイで食べれるんで、多分食べれるの。だからえ卵食べたいと思って確か入ったんだけど、ひなのが入った時にはもうなんかお酢しかいなかったの確か。だから結局卵は食べれず、ただただ鶏の小屋を掃除 してました。そう、なんかそういう、そうだった気がする確かね。作り話だったらごめんここまで来て懐かしいね。そうひなの単純だからさ、なんかそういうので単純な理由で始めるの、何でもそうだよ。でもそれが意外と面白かったりするからおすすめです。飽きずに掃除してて、いや本当に辛かったよ。普通に鶏の掃除は大変ですからね本当に。なんかもう水で流しながらゴシ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 してって感じだったけど、鶏も懐くわけでもないし別に。だけどやめれないので途中で最後までやりきりましたね、はい。学級委員やったことあったかな、マジで覚えてない。あでも1回はあると思う、多分1回はあったと思うね、覚えてないけど会話あったと思う。え待って、いいなのあれやったことあるかもしんない。学級委員じゃなくて、あれないわないわ、ごめん、なんでもない。なんかいない、いなの本当に好奇心旺盛だったからいろんな委員会とか入ってたと思う確か。なんかめちゃくちゃ入ってたと思う、いろんな、なんかそれを一個続けるとかない。いや生徒会なかったかな。なんかね本当にいろいろやったことあるよ。なんか図書室のピッピッってやるのがやりたくて図書委員になった記憶もあるもんけど、ないかもしんない、もしかしたら。でもピッピーだけがマジでやりたかったのとかあった。マジであった気がする、覚えてない、嘘だったらごめん。でも本当になんかそういうのがなんか本当ちょっとのことでやりたくなっちゃう、そういうのはあったね。もうねそんな、でももう小6ぐらいではもうね私はもうそういうのは面倒くさいっていうことに気づいてしまって、これはもしかしたら私がやらなくていいんじゃないかっていう、なんかすごいちょっとダメな働きになり始めまして、そっからなんか全然なんか活動が少ないものに入ってた気がします。確かね、そう、そっからです私が好奇心がなくなってしまったの、悔しい。そして中学校にもね
何の委員会も入らず、あ、なんか委員会は強制だったかな、いや、なんか何も入ってなかった気がする。周りに任せ、私は一人バスケに、バスケやってたからね、ちゃんとバスケに熱中してましたね。懐かしい。小中学校、そう、小中はバスケです。でも1年小4の時だけ水泳やってた。って感じですね。エースではないです、全然全然。でもあれだった、副キャプテンだった、それは覚えてる。え、マジバスケかっこよかった、車椅子バスケやばいよ、あれすごかったからね、本当にもうよく入るなって感じだし、もう頭いい、なんかね、もうすごいよ、もうね、言葉では説明できない、なんかそのもうすごいのかみたいな、ディフェンスとかが本当にそこすごーみたいな、本当に言葉で説明できない、まあ、ちょっと説明できる人本当にすごいぐらい説明できないんですけど、本当にかっこよかった、すごかった、とても感動した。お父さんとずっと見てた。ね、方向転換とか本当にすごいなって思ったし、本当にすごかった。あれでスリーポイントが決めれるんだよ、すごくない？びっくりびっくり。っていう話をしつつね、今何分ですか？何分か分かる人。43分か、もうちょっとじゃやろうかな。最近みんな何してるんですか？なんかいるのに質問してください。ゆるご飯はまだ食べてないです。あ、そう、なべちゃんとのモノボケ見ました？え、コントになっちゃった、モノボケじゃなくて昼寝はしましたよ、さっき寝てた、本当に起きてすぐショールームやった。え、マジ、あ、筋トレはねしてるけど今日はしてない、昨日もしてないかもでもその前はしてた、なんかしてた、なんかしようと思って、普通に最近朝までは起きてないんだけど、なんかね、寝れない日は寝れない、寝ようと思えば寝れるんだけど、なんか寝れなかって4時5時まで起きてた時もあります。その時は昼寝した時だね、だから今日も多分寝れないね。お兄ちゃん二人誰に似てるの？え、マジで、うちの兄弟3人とも誰にも似てないよ、マジで奇跡ぐらいに誰も似てない、すごい。もう多分ね、3人揃ってこんにちはって言っても、え、他人ですよねみたいなレベル。え、今日2じゃないよ、あ、そうだ、今日7だ、やば、みんな今日2じゃないよです、見てください、ぜひ、イエイ、よかった、告知できたね。ってことで皆さん見てくださいね。
最近の猫情報はね、お風呂に入れました。お風呂に入れたらちょっと不機嫌だったけど、今はもうなんとも思ってないみたいですね。フォローしました、ありがとう。で、あとね、そう今日なんかふとね動画を作りたいと思って、私のインスタグラムの方で動画、紙フレのね動画を作ったので、ぜひ見てみてください。ひなのがね好きなわがままっていう曲で作りました。わがままな僕を愛してよ、朝は起こしてね、電話したらすぐに出てね。めっちゃおすすめ、あ、だから最近のおすすめ曲ねいっぱいあるけどね、また今度教えます。なんか乗っけようと思って忘れちゃうんだよね。わがままな僕を愛してよ、朝は起こしてね、電話したらすぐに出てね、そばにいて。毎日焼肉食べに行こうよ。ご機嫌ですね。そう、目が覚めたかも。ご機嫌だよ。てか、ひなのいつもこんな感じ。常にこんな感じかも。そういや、ワクチン打った。うん、で痛いんだけど。めっちゃ打って痛い。怖いですね。どうなるのやら。ね、今日も寝れない気がする。1回目です、1回目。え、分かる。焼肉ひなの最近ね、昔マジめっちゃホルモン好きなのね。待って、みんな焼肉じゃない、肉届いた。そういえばいやね、お肉届いたの。なんかみんなにさ、まだあの時は頼んでなくて、やばいやばいって思って、その日かな、次の日ぐらいにマジ帰って送って、お肉届きました。本当に、え、レンの、レンさんの、ああ、めっちゃ良くない？わかります。わかる。いいの、大好き。もうずっと聞いてる。あれのね、アンブレラもめっちゃいいから聞いてみてください。そう、お肉、マジやばい。え、まだ食べてないんだけど。2回目から2時間経って無敵。いや、2回目だったらね、もっと多分やばいよ。本当にみんな気をつけてね。そう、でもね、お肉の配信はしません。お肉の配信はしないんですけど、感想は絶対にメールで送るって約束したので。あなたファイザーの2回目で苦しんでた。怖い。モデルナいいの、モデルナだよ。モデルナタイプなんだけど、緊張する。頑張ります。あとお肉は美味しくいただきたいから配信しないんですよ。なんかやっぱみんなのことをやると、やっぱこっちもやっぱちょっと緊張するし、やっぱりなんかやっぱ動画を意識しないながら食べるっていうのは、やっぱみんな感想を求めるじゃん絶対。そういうのは後から気にしたいので、だからそういうのは今はしません。あ、今じゃ、お肉は今回はしません。なのでメールで送りますね。ちょっと待って、今さ、お肉の話とモデルナの話とさ、あれ、レンさんのさ、お曲の話でごっちゃごちゃになってるわ、交互にしすぎて。それで、そう、昔ね、なの焼肉ホルモン大好きだったの。ホルモン大、アイスはあれ配信します、ちゃんとアイスは配信するね。だからひなのがアイス届いたら、みんなちゃんとアイス買ってきてね、でアイスで一緒に乾杯しましょうって約束はしたから、する。で、あと何の話あ、そうでね、昔ね、ひなのホルモンとか食べれたのね、大好きだった。ホルモンが一番大好きだった、焼肉で。次にカルビってぐらいで、なんかセセリなしなしみたいな、もうなしだよ、なしなしみたいな、もうその2つは交互でいいよみたいな、
ぐらい、ターンあとターンターンみたいな感じだったんだけど、もう最近はもうダメ、もうせせりしか勝たん、タンとせせりしか勝たんみたいなぐらい勝たん。ダジャレ言っちゃったねってぐらい、マジでもう本当に年齢を感じた瞬間でした。綺麗な人いると思ってショールーム巻いてきました。 ありがとうございます。嬉しい。すっぴんなんですけど申し訳ない。もっとメイクしたらもっとまともな顔になるので、その時もまた遊びに来れるようにね、ぜひフォローの方もよろしくお願いします。そう、45点引く悔しい。ハラミ、ハラミはね、まああんま食べたことないからちょっと味が分かんないです。あとね、何の話してたっけ、まあそんな感じかな、そんな感じです。宣伝上手でしょ、ぜひね、多分この中にも今フォローしてない人いると思うんですよ。それでいいのかって話ですよ。本当に後悔しても知りませんよ。私のなりたい顔です。あー嬉しい、なんて優しいのあなた。私があなたのファンになりそうです。それでそのセリフで私が恋に落ちました。単純。あ、ミノね、美味しいイメージある。ボンジルとかいうのめっちゃ好きだったの、マジで大好きだったの。だけどね、思いったらありゃしない。そう、油がね、油がきついよ。でも最近焼肉食べてないんだよね。焼肉食べたい気分ではある。本当に痛風はまだ味わったことないね。千枚めっちゃ美味しいよね。めっちゃ千枚食べたことあります？みんな。めっちゃうまい、めっちゃうまい。ひなのも千枚大好き大好き。なんかね、昔ながらある居酒屋さんみたいなところにだいぶ前泊まっていたことあるんですけど、なんかもう超美味しかった友達に好きな好きな子がいるのでいろいろ学んでから次の話から取りたい、頑張って、どうやって頑張ってお金貯めます。だって嬉しい、すごくない？だってさ、ひなののために頑張って働いてるって、働いてそのお金をさ、なんかひなのに会いに行くために使ってくれる方がいっぱいいるってことでしょ今。もう本当にね、ありがたいことですよ。みんなありがとう。でも本当無理だけはしないようにね。それだけは本当に私との会う契約に、契約書に書いてあるの、皆さんそれの同意の上に遊びに来てくださいね。一無理はしない。以上以上です。それは守ってください。そう、ひなのがよく言うのは、まず第一自分優先、第二家族や友達、第三その自分にいる周りの人たちで、第四にひなのでいいんです。ここでいい、もうひなのここら辺、ここら辺、ここら辺、ここら辺ね、いいので、まずは自分と周りの家族をね、大事にしてください。そうだよ、4番目のもので全然十分だよ。クーリングオフの期間を設けてませんね、私は。もうクーリングオフなんてね、許しません私は。前にも聞いたけど、同期で結婚したいメンバーか、同期。同期で結婚したいメンバーいないいないな。同期で結婚したいメンバーか、うーん、ひなのちゃんに会いに行きたいな。ぜひ来てくださいよ、ね、マジこんな感じ。トーク会もこんな感じ、基本なんかよくわかんないお話をしてます
なんかね、ひなのは、ひなのはトーク界のいいところ話していいですか。まずなんか私はデメリット、じゃあ私の遊びに来てくれる方のまずデメリット1、アイドルらしいことはお断りですできないできないですマジで。だからなんか釣ってくださいみたいなって言われても本当にできないの、本当にできない、マジでできない、そういうのマジできない、ごめんなさいあとデメリットに声でかい、声でかいからマジで声がちょっとね、耳のボリュームが普段周りの人よりも大きく聞こえるって人はちょっと本当に言ってくださいね、ちょっとボリューム小さめて、なんか怒られたら嫌な、怒るのは嫌い、怒られるの嫌いなんで基本、だからうるさいとか言われてもえってなるからこっちはえってなっちゃうから、ちょっと声ちっちゃくして、ちょっと声ちっちゃくしてねって言ってください、優しくね。うん、あとねデメリット、ひなののデメリット3、私服しか着ないマジコスプレとかしないし、なんかスカートも履かない、あんまりね、履く時も履こうかなって思うけど、そうあんまり履かないです。あとデメリット、まあ、それぐらいにしとこう、デメリットは。はい以上で、じゃあメリット、メリットっていうの、これメリットでいいの、メリットでいいの、メリットでいいのか。メリット1はマジ内容何も考えてこないでいいよ、何も考えないで来てくれたら確か私が話します。あデメリット2、露出度が高いとこですかね、やっぱり、まあやっぱりまあSKE のファンの方はやっぱりそういうのが好きな方が多いので、でも私はもともと露出度が高いタイプなんです、まあ、変な意味じゃなくてね、マジでいい意味で、健全な意味で露出度が高いんですよね。えなんか本当にそれで来たのみたいな、それで歩いてんのって言われるんですけど、よくなんか全然普通だからねみたいな感じなんですけど、まあそれを堂々と着たいとこですね、私のいいところ。はい、そして3つ目、あお友達感覚で喋れます。いや本当に全然なんか緊張とか多分しないと思う、マジこのままだから全然おしゃべりするし、友達だと思ってくれていい、全然もうねお友達だと思ってください何でも全然ね、相談でも乗るよ、何でも、もう何でも任せてよ、何でも語れるからね。ちなみにあとなんかあるかな、メリット、メリット4ないとデメリットと合ってない比率が、やばいやばい、何がいいかな、やばい合ってない、今デメリットの方が多い1個、やばい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 、あでも基本耳悪いちょっと今のから何回も聞き返すから、それデメリットじゃないよ、全然デメリットじゃない、それも良さなんだけど、だからうんって言っちゃうけど、そこは気にしないでください。あ恋の相談とかいいの、盛り上がっちゃうよ多分、盛り上がっちゃうな、いいの、恋バンド大好きだからね、もうしましょうしましょう。いいね、みんながねメリット、みんなメリット言ってよ、いっぱいメリット言ってください。メリットタイム、ひなののメリットタイム、そうまあそんな感じで、すごいね楽しんで帰ってくださる方が多くて、私もすごい嬉しいんですけど、一緒にね楽しめたらいいなって思います。楽しみましょう。プロフィール見て、私の1個上、年下なの、可愛いね、それもそれで素敵です。そうみんなめっちゃ褒めてくれるね、ありがとうって感じで、すごいね私も楽しみにしているので、楽しみましょう。ファッションショー今日の、今日マジでね
ズボン下パジャマだし、上はなんか本当に普通に今日出かけた服紹介、花柄だよ。これ去年買ったんだよね。でもあんまりね、去年買った服とかをあんまり着ない人ですね。とかある。え、マジパジャマした。でもこれ去年買った、かわいいでしょ。お花の刺繍が入ってますって感じです。映らないとしっかりしなさい。あ、怒った。怒っちゃダメそう、映らないからね。ズボンです。あ、短パン、短パンのパジャマ、パジャマにしましたって感じです。そうという感じです。ごめんだっていいやん、いいやん。最近のおすすめはマジ目薬ですね。目が乾燥する、本当に。なんちゃらの方は男性が多いの。え、でも基本的に多分男性の方が多いんじゃないかな、本当に。ありがたいことにね。ありがとうございます。ガーリーなのも似合うよ。なのね、結構なんだろうね、系統、いろんな系統着るからね。ほんと多系統です、私は。結構ヨギボそこら辺でね寝てますね。でもそう、と女性の方も増えて、私の肌のツヤも上がりそうです。でも本当にね、もう忘れちゃった、またあ、マーベル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 柄、ダルメッシュなんだやべえ、ダメだ、また忘れた。そうね、黒にしてもうダルメシアンですみたいな手にしようと思ったのだけど、待って、髪触れあるし、やっぱり爪にも気合い入れなきゃと思って青にしたんですけど、延期です延期。めっちゃ服合わせにくいしね、しかも。そうだけど、まあこれも思い出って感じで、かわいいでしょ。今の今年のあれ、あの運気、運気カラーっていうの、運気カラーっていうのかな、わかんない、ラッキーカラー、ラッキーカラーが青なので、まあ、ちょうどいいかなって感じで、こんな感じです。ドーベルマンって言っちゃうの、なんかあのひなのがね好きなアーティストさん、ドーベルマンさんがいるんですけど、それの印象が強すぎてドーベルマンって言っちゃう。今なおちゃんの方の友達好きで、こうやって気になる方見つけたってられちゃう、かわいいありがとう、たくさん広めてください、みんな。ひなの、イエーイごめん、ゆるくて、かゆ。そうだ、青は一緒のラッキーカラーで、今更って感じだけどね、今更青がラッキーカラーなんて、まあ信じるけど。かわいいよね。次のネイル何にしようかなって感じですね。え、髪染めたいの、マジで。もう本当に同じすぎてさ、本当にやばい、もう飽きた、明るくしたい。でも秋ちゃんみたいな。でも明るくするけどね、ひなの。関係ないよね、そんなの。関係ないよねったら。もうね、マネージャーさんに LINE したもん。でマジで髪の毛染めさせてください。なんか一回でいいから、一回でいいから明るくさせてください。お願いお願いお願いみたいな。めっちゃ LINE しといた。けど、ちょっとお待ちください。前髪伸ばそうと思ったの、一回ね、前髪伸ばそうと思ったけど、もう邪魔すぎて、前髪のね湿気、湿
けっていうのかな、なんかもうめっちゃさ取れんのよ巻きが。なんだろうねこれ、なんなんだろう、本当に困る。もうすぐ取れんの、ぺったんこ、すぐぺったんこになるから諦めたよね。切っちゃった、またなんか喉やられそう。普通にセンターパートとかさやってみたいんだよ本当は。だから今のには似合わなそうです。うん、似合わないんだよね。それは分かってんだよ私もね。量めっちゃ少ない。こうしたら多いんだけどね、いつもこうやってやっちゃうから。あ、髪細い、ちょっとひなのってことに気づいた。なんか毛量すごいんだけど髪質めっちゃ細い。実はね、ひなのだってね前髪伸ばそうと思えば伸ばせるんだよ。なんかさ、かき上げれるような人になりたいんだよね、今。あ、やばい。やばいやばい。姉さんみたいな。でもね、難しいよね。どうやったら正解なの？前髪の正解が分かんない。前髪の正解が分かんなくない？前髪って一生の悩みだよね。あ、戻ってきちゃった。終了って感じでした。目が怖く、ってことでそろそろ終わろうかなと思います。じゃあ何時を読みます。13位、私イナピオン冬バージョン、ありがとうございます。ありがとうね。そして12位、麺探偵猫ちゃん、ありがとうございます。ありがとうね。11位はひよこちゃん、ちっちゃいパタパタ、ありがとうございます。またね。10位はひなぴよ、これは夏バージョンだね、ひなぴよ夏バージョン、ありがとう、ありがとうね。9位、もう初期バージョン、やっほー、これ女の子かな、すごい短髪。ありがとう、ありがとうね。8位は、あ、ひなののアカウント、ありがとう、嬉しい、ひなのガチガチモン。ありがとう。7位、あれかわいいよ、ハートから逃げてるウサギちゃんの目が怖い。ありがとう、ありがとうね。6位は、あ、肌が白いひなの、ありがとう、ありがとうね。5位は、寒そうなひよこちゃん、ありがとう、ありがとうね。4位は、あ、初期バージョン、ありがとうね、ありがとう。3位はうさぎひなの推し、ありがとう、ありがとうね。2位は、お、すごい、ラグビーしてるラスカル、ありがとう、ありがとうね。そして1位はタキシードみたいな、かしこまった短髪の男の子、ありがとうございます、ありがとうね。そして見に来てくださった、ね、4000人以上の皆さん、本当に本当にありがとうございます。それではまたお会いしましょう。バイバーイ、また遊びに来てね、じゃあね、バイバーイ、おやすみ。あ、ラジオ見てね。ラジオと、あと、あれ。ひなのが作った動画、ぜひ見てみてください。バイバイ。またね。じゃあね。バイバイ。